いよいよですね、7月中旬に日本一商談会展示会ですね、これが、まあ、第5期生にとって初めてのアクティビティになるわけですけども、いよいよ始まりますね。楽しみですね。もう毎回やっぱり初回はね、僕の方がやっぱり緊張感を持って臨んでいるところはありますけども、トムさんのね、弟さんみたいに明らかに緊張するだろうっていう人は逆にいいんですけど、普段なんかしっかりこういけるかなって思う人が急に現場で固まっちゃうケースがあって帰って戸惑ったりします。まあ、僕も1期生から4期生までこの初回の日本一商談会で見させてもらいましたけども、まあ、本当に皆さんね、はい、ガクガクブルブル震えて、それをまあ抑えて勇気を見つもっていくみたいな、ね、様子が見られて、勇敢から比べると先輩たち海外に立ち入れば、はい、っていう様子を見て背中が持ってるみたいな、ね、そんなにね大きな差があるわけないんですけどね、本当そのタイミングでもすごくありますけども、まあ、この1年の差会っていうことで結構大きく見えてね、そしたらね、でもね講座では、ね、現場の立ち振る舞いですよ。前回もやりましたし、次の講座でも今回の展示会商談ポイントを詰めてみたいにね、やって、いかにアマチュアに見えない振る舞いをするかっていうことでね、徹底的にやってからね、送り込むときになるんですけど、まあ一回ね、現場で本当にやってみたいとね。いやでも本当に、まあ、この壁を乗り越えて、ね、大人の階段を登っていくっていうかね、はい、で今のところどんな方でもしっかりとゼロ気になってプロバイヤーとして立ち入れるようになってますんでね、 OJT をクリアすればですね、でそのままそれで OJT をやったのにできなかったっていう人は見たことないんで、逆にポイントはねいつかあるけどそんなに難しいことじゃないじゃないですか。あと現場ではね最初は僕も横についてやっていくので超えてしまえば問題なくね皆さんもできると思います。そうですね、まあ、うちの弟に、ね、おいては第2期の時だったんですけど、最初の日本一商談会なんてもう立って歩くことってできなくて受付で車椅子借りてきて手で無理やり引きずりましたけどね。そうですよね、本当立ってるだけってこういうこと言うんだなみたいなね、いっぱいありました車椅子で引きずられてなんて初めてまあでもそんな孔明弟でも2期生が入ってきた時にはちゃんと先輩だって受けてましたし、さらには今では月賞1000万以上で、ね、コンスタントに、売り上げることができるようになってるんでね、もうぜひ安心してほしいなと、ある意味孔明弟に比べてできない人がいるとは思えないんで。でもね、今の姿見ちゃうとね、本当にそうだったのかっていうのはよく言われちゃいますけどね。本当そうだったのね。1期生のほら同期の K さんとか I さんとかで、ね、M 君とかみんなしてると思うんですよね、はい。またね、クロスも一人も取りこぼすことなくね、一度してまいりたい。ということで、引き続きご視聴などよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。